晴れているエリアでは気温が上がり、真夏日地点が出てきています。ではまずいただいておりますリポートをご覧ください。広島県廿日市の方からです。お散歩の後暑くてバテたのかソファーでおくつろぎ中のゆきちゃんだそうです。そうですね、私たちだけではなくこの動物たちも暑くてちょっとぐたっとなってきてしまっているようです。水分補給しっかりと行って熱中症対策をしていきましょう。さあでは続いてこちら夏日真夏日の地点数ですが、真夏日30度を超えている地点が2地点、25度を超えている地点が277地点となっております。また最高気温のランキング見ていきますと、広島県と静岡県では30度を超えている地点が出てきております。その他それに迫るような暑さのところも出てきているような状況です。では今後の気温はどうなっていくのでしょうか。今がちょうど、暑い、最も暑いぐらいの時間帯かと思います。西日本から東日本では赤色の25度を超える夏日のところも多いですが、この後時間を進めて見ていくと少しずつは過ごしやすいようなエリアは増えていきそうですね。やはり日中気温が上がった分、朝晩との気温差大きくなってしまいます。服装で上手に調節を行うようにしてください。最新の気象情報などはウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。